みなさんこんばんは教えてサワッチの時間ですこのコーナーでは優しさと健康は歯からをテーマに歯学博士サワッチこと澤田栄一先生に歯の健康について教えていただきますサワッチ先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は視聴者の方から質問が届いているようです 歯のすり減りについてなんですけれどもそれについてお答えいただけますでしょうかはいそれでは教えてサワッチ質問なんですけれども歯医者さんから見た前歯がすり減るデメリットはありますかまたどれくらい前歯がすり減ったら治療した方が良いでしょうかという質問ですよろしくお願いいたしますはい えー、最近はですすねあの歯、歯のすり減り、減、まあ、昔もあったんでしょうけれども最近はやはりあの酸性の食べ物によって口の中のペーハーがあの低くなりそしてあの酸性によってエナメイ質が柔らかくなってそれですり減るということがですね、かなり言われてきましてそれに対してですねやはり口の中の酸性まあ、食べ物はですね結構酸性の食べ物が多いのでこれを 規制したりとかっていうことではなくて、これをどう守るかということがですね。だいぶ話題になってきて、かなりすり減ってる方々が出てきてる。まあ昔はですね。あの歯ブラシだけであのすり減ったんじゃないかとか。そういうような形で言われたんです。けれども、やはり口の中の ph の問題。これがかなり。あのエナメル質を。 すり減らす原因になっているのではないかということで今ですはですね虚、はい、食と虫歯ですね虫歯と歯周病と、はい、それから三色症とて酸によって歯が溶けるこれを三大疾患になるのではないかと言われています。どうしてもですね、まあ、食事の後今まではすぐ歯を磨いてくださいということでしたがまあ 口の中がある程度中和されてくるまでに30分から1時間ぐらいかかりますのでまずは30分ぐらい置いてから歯ブラシをするとどうしてもあのエナメルスが少し柔らかくなっている時にかけてしまうとどうしてもすり減りが大きくなるということで今ではすぐ歯を磨かずにですねあのできましたら30分ぐらい置いてから歯を磨くということの方が進められているというかあの推奨されているということです。 酸性のものといえば黒酢とか健康食品が好きなんですけどこうういっ、はい、ったものってどうなんですか、ね、そうですねやっぱりあのかなり酢ですから、はい、あの酸性度は高いと思いますので、はいまあ、そういうものを食べた後はですねやはり昔の日本人がお茶飲むと食後にお茶飲むというのも一つのやはりうまい方法だったんだろうと思うんですけれどまあ水でもいいしあのブクブクっとしてうがいをしてあの一回口の中を少し。 あの酸性の部分を薄めるとかですね<ー>そなうなううなことも考えなければならなないいかなとは思いますあなるほどそれから、まあ、あとはですねフッ素入りの歯磨き粉を使って、あのー、1日、まあ、2回から3回歯ブラシするときにですねフッ素入りフッ素入りの場合はあの再石灰化の作用がありますので、はい、なるべくなら、まあ、フッ素入りの歯磨き粉を使うということそれからですね酸性の飲み物をストローを使って飲むと。 な,なるべく口に溜めないということなんでしょうけど、まあ、なかなかこれもね難しいところがあるんでやはり飲んだ後はやはりなるべく水なりお茶なりで口の中の酸性をどう下げるというかそれとまあ唾液がかなり再石灰化とその pH を下げる機能を持ってますので唾液が出るような形でですねやはりその唾液に頼らなければ、まあ、最近口の乾燥の方も 多くなってますのでそういう方々はやはりその唾液がない分だけや虫歯にどうしてもなりやすいし酸性のそういうようなものにも対応がどうしても遅れてしまいますのでそういう方々もは特に気をつけなければならないかなと思っています。ななるほどサッチ先生大変勉強になりました、はい あとあれですね、はいはい、デメリットということですよねはやはり、はい、あの歯がですね黄ばんでくるとかですね表面のエナメスがなくなってきますので歯が、はい、あの少し黄ばんだような形になってくる、はいまあ、光沢を失う変色してくるということと、うん、それからしみる知覚過敏みたいな形ですね表面の,あの,歯をガードの中の神経の歯をガードしているエナメスが薄くなるということで。 その地殻カビが起き,起きやすくなるということと、うん、歯の先端がどうしても溶けてくるので丸くなってくるというようなこともあります。まあどの位置で治療すべきかというのはですね、なかなかあのその基準っていうのはないと思いますけれども、今あの質問であればですね、はい、通っている病院が一つあると、はい、いつもの歯科医院に通っているということですので、そこで定期的に見ていただいて、うん、あまり深くなってくるようであればまあそこで 治療していただくというようなのが一番いいのかなと。その先生にずっと見ていて、あの見ていただいているのであればですね。その歯の状況もその先生は分かっていると思いますので、できましたらそういう病院で。あのきちっと定型検証をしながら、あまり大きくすり減る前に方法を考えるということかなと思います。まあ,あといろ,いろね。5。今はあのな形で修復っていうか。歯。を 元へ戻すことはできないんですけれどもかぶせたりですねそれから合成樹脂のもので詰め物をしたりというようなことがかなりされるようになっていますのでそれはもうかなりもう一度その見た目を戻すことは結構できるようにはなっていると思いますから今のかかられている先生にご相談をしてですねその時期もその先生に指示をしていただくのが一番いいのかなと思います。 サバッチ先生ありがとうございました私も食べてすぐ歯を磨いてたんですけれども、ね、30分以上開けて磨くこととあとやっぱ酸っぱいものが好きなのでそういったものを食べた後は水で口をゆすいでそうですね、はい行きたいと思いました、はい、ありがとうございました以上「教えてサワッチ」でした 歯磨けよお風呂に入れよお父さんバンバンお母さんを大切にしろよ教えてサバッチ,バッチでした